子猫の地位が始まるよ。え？うわー！うわー！すげー！子猫の地位が始まるよ。君はどこから来たんだい？俺は、こうかな。ミゴ。何すんだよ。ミゴ。変な顔。やっと笑ったね。え？僕はディプロ、旅猫さ。一緒に旅をするかい？旅？そう、旅。まだ見ぬ景色を見てみたい。は？世界は広いんだ。新しい自分に出会えるかもしれないよ。新しい自分？旅してみたい。決まりだね。じゃあ行き先はクンクンクン。あ？クンクンクン。よし。あっちにしよう。え？そうだ。君の名は？俺こっち。いい名前だ。け、そうかな。おい、ちょっと待てって。なんだか変なやつだけど、かっけえな。おお、あそこにしよう。え？あの山の頂上を目指そう。山？あそこに行けば世界の広さがわかる。世界？わかんねえけど、行ってもいいぜ。あそこに行ったら何があるんだ？ん？うまいもんあるかな。なあ、あの一番上までどれぐらい歩くと着くんだ？聞いただけじゃわからないことがある。は？自分で感じることが大事なんだ。は？感じる？感じるってなんだ？やばー！なんで叫んだんだい？いや、なんとなく。やばー！気持ちいいね。わけわかんねえぜ。ミガ、腹減ったな。ご飯が食べられるかもしれないよ。マジか？多分ね。ミゴ、ま、とにかく行ってみようぜ。お、おお、食いもん
ダメか、ガクラ。こっち。お、食われちまったぜ。人は2種類に分けられるんだ。え？食べ物をくれる人とくれない人だ。そうなのか？目が。にゃおん。わあ、猫ちゃんだ。え？にゃおん。かわいい。これどうぞ。すげえディプロ。こっち、おいで。大切なのはよく観察することだよ。観察？そう、観察。よっと。食べ物をくれる人だ。なるほど。疲れたかい？目が。休憩が必要なようだね。君は小さいから。目が、俺はお子ちゃまじゃねえぜ。意地張るともっと疲れるよ。まだつかねえのかよ。あ、こっち。やっと休めそうだよ。だから俺は休まないって。頂上についてもかい？ミガ、あそこがそうなのか？お、お、お、やったぜ。すっげー、広いぜ。気持ちいい。どうだい、登ってみて。来てよかったぜ。なあディプロって、あれ、うわー、うわー、すげー。うわディブロー、てめえ何しやがんだ。次は僕だ。おい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 。ディプロー。どうだい、旅は。世界は広いだろう。え、世界。さっき感じただろ。最高だったぜ。上も下もキラキラだ。天気のいい日は特にキラキラして見えるんだ。そうなのか。ん、今日はあそこで休もう。明日はどこに行くんだ？明日は明日の風が吹くさ。もう寝よう。お、おう。
ディプロ？おはよう。よく眠れたかい？けっ、早く出発しようぜ。いい風だな。そうだね。行こうぜ、ディプロ。そうしよう。停電で部屋が真っ暗だって？なんだかワクワクするな。次回、チーと停電の夜。目を凝らせ、チー。